高木正次は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。河内国丹南藩諸大藩主。官位は、十五位下、門戸ド高木門戸ド本正次。関西重修書家父によると、高木清秀の三男として、尾張国王側にて誕生。母は、水野元氏の娘。幼名は善次郎。性質は、大久保忠介の幼女。 天正十年より、徳川氏に仕え、天正十二年の小牧、長久手の戦いや天正十八年の小田原征伐に参陣して武功を挙げた。文禄、慶長の役にも参陣している。文禄三年、家徳を継いで五千国を領する。慶長五年の第二次、上田合戦に従軍し、その功績により、慶長七年に二千国を活用された。 慶長12年に大万党に任じられる。慶長19年、大阪冬の陣では江戸城の守備を務め、翌年の大阪夏の陣では大阪に出陣して、先行を挙げた。これにより、元奈3年、大見国にて2000国を加をされた。元奈9年には大阪定番となって1000国を加をされ、領地も河内丹南に移されて、合計1万国の大名として、 丹南に陣屋を構えて、藩主となった。寛永7年11月開日、68歳で死去した。法号は、友光院。関西住州所家府には、丹南藩菩大寺の来号寺の墓所に葬られたとあるが、明源寺にも墓所が存在する。あと、長男、正重が継いだ。ありがとうございます。